はい、こんにちは。和柄ミュージシャンです。ベサリ和柄、火曜日のテーマは音楽です。このコーナーでは和柄が気になった音楽や好きな音楽を取り上げてます。今回は和柄が気になったのはこちらでございます。フジロックが開催されました。7月27日から29日、金土日で新潟県の苗場スキー場でフジロックフェスティバル2018が開催されました。はい、ね、だからね、フジロックね、まだ行ったことないんでね、一回は行ってみたいですね。まあ、今回ね、この出演アーティストのラインナップ見てるんですけれどもね、ちょっとね、和柄がこれ見たいなって思ったバンドを紹介していきます。全部のアーティストは紹介しません。まず7月27日の出演アーティストで見たいのは、ルート17ロックンロールオーケストラ、ピート中井戸、ジャボ礼一さん、河本ひろとさん、奥田民生さん、トータス松本さん。まあ、これちょっとね、やっぱちょっとどういうバンドなのか分からん、詳しく知らないんですけどね、このフィート誰々さんがすごい見たいです。そしてその他に見たいのがグリームスパンキーというバンドです。このユニットですね、これこのユニットね、最近知りました。でコンビニでかかってて、かっこいいな、誰これって思って、ね、調べたらグリムスパンキーだったということです。そしてあと、まあ、エレガンファントカスマシーみたいっすね。そして、まあ、4月28日土曜日のラインナップで見たいのはイースタンユースとブラフマン、フィッシュボーン、ユニコーンですね。そして、はい、日曜日、29日日曜日のラインナップで見たいのはボブ・ディラン&ヒズバンド、あとまあサチモス。サチモスね、この番組で取り上げたことあります。まあ、ちょっと見たいですね。まあ、取り上げた理由は NHK ワールドカップテーマソングのサチモスが盛り上がってないというテーマで取り上げましたけれどもね。はい、そして鼓動ですね。はい、でこの鼓動が出演するのがちょっとびっくりしました。フジロックに。鼓動っていうのは和太鼓の集団なんですね、日本の。まあこれ世界的に、ね、活躍している和太鼓集団なんですけれども、あ、我々はちょっとこの鼓動は見たことあるんですよ、コンサート。まあでもね、フジロックとかね、そういう野外でやってるとことかね、見てみたいですね。でね、この中今ね、我柄が紹介したアーティストで、我柄が一番見たいバンドをね、今回ちょろっとだけご紹介します。それはフィッシュボーンです。はい、フィッシュボーンとはどんなバンドでしょうか。1979年にアメリカ・ロサンゼルスで結成されたミクスチャーロックバンド。レゲエ、パンク、ロック、ヘビメタル、ファンク等のさまざまな音楽から影響を受けている。はい、バンドのロゴマークはフィッシュボーンの原型である魚の骨である、ウィキペディアよりです。はあね、フィッシュボーンね、我がスカ系の音楽好きだね。このフィッシュボーンをね、知ってね、聞きましたね。まあ、知った結果が、なんか友達が教えてくれたからかな。あ、もう聞いたらすげえかっこいいなと思って。はい。で、まあ、編成がね、本が入ってる編成ですね。サックスとトランペットとトロンボーン入ってます。はい。でもね、本体がすげえかっこいいんですよ。他もかっこいいんですけれどもね。
で、まあね、ボーカルと、サックス吹いてます、アンジェロムは。でね、昔なんですけどね、なんかの記事で、フィッシュボーンがすごいヒットしない理由は、アンジェロ・ムーアが天才すぎるからとかね。作る曲ね。だから、あんまり世に幅広く受けられなかったみたいなね、記事を見たことがある記憶があります。他にはね、スキャフルキングっていう日本のね、スカコアのバンドが、アンジェロ・ムーアと、コラボ的なことをやったんですよね。やった時に、アンジェロ・ムーアの曲の作り方は、独特で、まずサックスでベースラインを吹くとかね、そういうのもね、かなり昔に何かのインタビュー記事読んだことあります。はい。じゃあね、フィッシュボーンをね、ライブ見てみたいですね。というわけで、今回フィッシュボーンの曲、ちょろっとだけ吹けるところだけ吹いてみます。はい、というわけで本日の1曲どうぞ。ボンのバーディアットグランドゼロという曲の一部でした。ちょっと音ミスとかね、またあったと思いますけれどもね、ご容赦ください。というわけで本日はこの辺で失礼いたしますが、アンゴラミュージシャンチャンネルではチャンネル登録者様大募集しております。ぜひ登録してください。それでは明日も見てください。ありがとうございました。